ねえ。あんた一人なの？それなら私と一緒に見て回らない？そう、朝比奈家の美人姉妹同士、一緒に初詣を楽しみましょう。そう、気のせいよ気のせい。細かいことは気にしないで、ほら行きましょう。そうね、でその後出店を見て回るっていうのはどうかしら。決まり。じゃあまずは願い事からね。どっちも一緒でしょ。ほら行くわよ。やっぱこういう時、女って得だわって実感するわね。あー、ヒカルンとお姉ちゃんがいっぱいお菓子持ってる。本当だ、どうしたのそれ。お姉さんたち美人だねってモテまくって、とっても楽しかったわよねえ。いいなあ、マー君、僕もリンゴ飴食べたい。しょうがないな。本当にいいの？もらっちゃって。そっか、それならいいけど。それにしても、改めて見ると本当にすごい量だよね。そうね、これ兄弟全員にばらまいてもまだ余る量ね。確かに。よし、今からこれをみんなに配りに行くわよ。そうよ、うちの男どもを片っ端から探し出してこれを押し付けて回るの。こういう時に小さい恩を売っておくのも女のたしなみってものよ。私たちは両手を軽くできるし、男どもに恩は売れるし、一石二鳥じゃない。それに男は単純だから、食べ物の恩は忘れないわよ。ほら、どうなの？やるの？やらないの？そう来なくっちゃ。じゃあ早速探しに行くわよ。何？
私の顔になんかついてる？あら、いいのよ。美人に見とれる気持ちはわかるし。年が変わったからってそう人の性格なんて変わらないでしょ。美人姉妹として、こちらこそよろしくね。